名古屋市立大学は愛知県名古屋市水北水戸町矢沢川隅一番地に本部を置く日本の公立大学である。1950年に設置された大学の略称は名次第、次第、うんく。名古屋市を設立団体とし、公立大学法人名古屋市立大学が管理、運営している。1950年に旧制の名古屋女子医科大学と 新生の名古屋薬科大学を統合して設立された。医、薬、経済、人文社会、芸術校、看護、総合生命理の7学部及び、医、薬、経済、人間文化、芸術校、看護、理の大学院7研究科を有する総合公立大学である。名古屋市内出身者は約3割、市内を含む愛知県内出身者も6割程度であり、 比較的広い地域から学生が集まっている。特に入学試験を中期日程で行う、薬学部と類似学部、学科が少ない芸術工学部にその傾向が強く、いずれも県内出身者は半数以下である。大学本部、愛知県名古屋市水北水穂町矢座川住一番地、川住キャンパス田辺通キャンパス学部大学院以下、突起していない専攻は、 博士前期課程、博士後期課程である。付属期間大学祭は、毎週に4カ所のキャンパスで時期をずらしてそれぞれ行われているが、最大のものは、滝子キャンパスで11月中旬に行われる主体祭である。桜山キャンパスの大学祭は、川澄祭、北千草キャンパスの大学祭は、芸校祭、田辺2キャンパスの大学祭は、薬学祭と称している。 サークル活動は、運動系、文化系それぞれに、クラブと同好会がある。桜山キャンパス田辺2キャンパス、滝子キャンパス北千草キャンパス名古屋市から、独立、法人化し、公立大学法人となった。名古屋市からの交付金は、毎年、減額されている。名古屋市の所管は、名古屋市役所の総務局行政改革推進部、大学調整室が担当し、 公立大学法人名古屋市立大学との連絡調整及び名古屋市公立大学法人評価委員会の運営を行っている。大学の事務職員の多くは名古屋市職員からの出向者である。日本経済新聞社産業地域研究所が全国733国公私立大学を対象に行った大学が人材や 研究成果を地域にどれだけ役立てているかの地域貢献度調査で名古屋市立大学は2012年度総合ランキングで127位という結果となり名古屋市に貢献していないという客観的評価が下された名古屋市の税金から交付金を出しても名古屋市民に還元されていない現状は問題視されているなお2019年度総合ランキングは5位まで上昇している 世界各地の大学などと研究や留学、インターンシップで協定を結んでいる。学部レベルでの提携を含めると対象は50校、期間を超える。セクハラ事件2003年1月、名古屋市立大学教授が海外での調査旅行中に秘書建設用係として雇用した女性に対し、言語によるセクシャルハラスメントを行った事件。裁判判決では、 被告は性的関係を結ぶ目的を有しており、かつ少なくとも原告を本権客室に誘った夕食の時点からこれらを計画的に行おうとしていた。セクハラ行為は公権力の行使にあたる職員がその職務を行うに付きなした違法有責な行為であり、市は国家賠償法第1条1項に基づき原告に生じた損害を賠償する責任がある。として、 教授のセクハラ的言動が、公権力の行使に当たるとして、国家賠償法の適用により、名古屋市に対し医者料として100万円、弁護士費用として20万円の、計120万円の支払いが命じられた。なお、本件セクハラの訴えを原告が、市に対し文書送付等を行ったことについての、加害者の反訴請求は棄却された。利益相反問題二千八年三月。 トモセラピーと呼ばれる放射線治療装置について治療指針を作成する日本放射線主要学会の研究代表者を務める柴本いうた名古屋市立大学大学院教授がこの装置の輸入販売会社の取締役を兼業していることが明らかになった中立公正な治療指針が作れるのか疑問視する声も出ており学会は 医師と企業の関係などについてルール作りを進めるとした。治療指針は、トモセラピーの照射方法や対象疾患などを検討するため、日本放射線使用学会の課題研究として、名古屋市立大学など6病院共同で進められた。柴本教授は2005年、装置を輸入販売するハイアート社の取締役に就任し、 同社から120万円の寄付金を受けたほか、会社主催の講演会の座長を年3回ほど務め、1回5万円程度の講演料を受け取り、会議のため同社関係者と飲食店に行くことがあった。役員兼業について、芝本教授は大学には規定に基づき届け出ている。届け出では報酬を年30万円と記載したが、実際には受け取っていない。 役員になったのは、この最先端治療装置の第一人者とアピールできるからで営利目的ではないと説明している。全国立がんセンター中央病院放射線治療部長の池田外堺市立堺病院副院長は、業者と関連の深い医師がまとめる指針は、お手盛りとの疑念を招く。治療対象者を増やそうと、治療効果などへの判断が甘くなるのではないかと懸念する。 芝本教授は科学者として判断が甘くなることはないと主張した。日本癌治療学会など一部の学会は、昨年、癌臨床研究の責任者は、研究に関係する企業や営利団体の役員に、つくのは避けるべきだとの指針をまとめたが、日本放射線腫瘍学会にはそうした規定はない。日本放射線腫瘍学会長の針山雅人、札幌医大教授の話、 学会として、倫理委員会を作り、利益相反のルール作りを検討している大学院、入学金返還請求事件2007年3月、名古屋市立大学大学院の教授らと面談し、会社勤務を続けながら博士課程を終了できると、思い込んで入学金を支払ったが、勤務しながらの研究を同教授に拒否されたとして、愛知県阿久井町の男性が、同大学を相手取り、 支払った入学金約33万円の返還を求めた訴訟で、名古屋地裁は2007年3月23日、入学の動機に錯誤があったとして、大学側に全額の返還を命じた。判決によると、男性は2004年、製薬会社に勤務中、トキシコゲノミクスについて研究し、博士課程を終了しようと考え、同年6月、職場の上司を通じ、 この分野を研究対象とする教授に連絡を取り、教授や助教授に現在の職場で勤務を続けながら、トキシコゲノミクスの研究分野、技術を学びたい胸話し入学を相談したところ、社会人向けに夜に授業があると楽観的な説明を受けて、勤務を続けながら研究ができると考え入学を決意した。同10月。 同大学院医学研究科博士課程の入学試験に合格し、入学金を納付した。しかし同教授から、最低1年間の研究への集中を求められ、2005年4月、大学側に入学金返還を求めた。不正論文増収賄事件2008年7月、名古屋市立大学大学院医学研究科博士課程の論文審査をめぐる増収賄事件が発覚した。 学位申請をした、医師13人から現金を受け取ったとして収賄罪に、問われた元教授、伊藤誠被告に対する判決公判が2008年7月8日、名古屋地裁で開かれ、村田検事裁判長は、懲役2年、執行猶予3年、追徴金270万円の判決を言い渡した。判決理由で、村田裁判長は、受け取った現金も1人当たり20万から30万円と、 工学、以前から謝礼を受け取っており、常習的な犯行と指摘。一方で、博士学位の重みや信頼を損なわせたが、反省していると述べた。伊藤教授は、審査委員会主査だった、平成17年3月に、同大学大学院医学研究科の博士学位の、論文審査で、事前に、高等諮問の内容を教えるなどの便宜を図った、見返りに謝礼として、 大学院生や学位申請者の研究員ら13人から数十万円を受け取った疑いがあり、1996年から少なくとも9年にわたり、医学博士の学位論文の審査などを担当していた。2008年2月13日、当時の学長、西野人志優を、言及 50%3 ヶ月間、当時の研究課長、郡健次郎と、事件当時研究課長だった。 横山真嗣教授を文書勲告とする処分を明らかにした。西野学長が同日記者会見し、違法、不当な教職員の行為を通報する内部通報、相談窓口を来月にも設置すると表明し、事件後作成した職員倫理考量と倫理行動指針も公表した。同行動指針では5000円以上の物品は、 受け取ってはならないこと、学位審査で、金品授受があってはならないなどの内容で、付属病院で患者から、金品の謝礼を受け取ると収賄罪が成立する、恐れがあることも指摘した。西野学長は、金品授受が慣例化していたことは深く反省している。二度とこういうことが行われないようにしたいと述べた。病院総合研修センター。 臨床研修医医師法違反2010年3月25日、名古屋市立大学病院総合研修センターの臨床研修医4名が、医師法第16条の3、公立大学法人名古屋市立大学、契約職員就業規則第26条、名古屋市立大学病院臨床研修医に関する、規定第6条の2の規定及び労働契約に違反して、 アルバイト診療を行っていた事実が判明し、厳重注意3名、注意1名の処分を行った。発生原因は、臨床研修医自身の自覚不足及び、名古屋市立大学病院総合研修センターにおける臨床研修医の指導管理体制の不備にあった。再発防止策として、臨床研修医全員に、後期粛清の通知を行い、 一切このようなことを行わない旨の誓約書を提出させ、全診療科部長宛てに後期粛清の通知を行い、全教職員等への周知徹底を図った。論文鉄造事件2012年3月19日、名古屋市立大大学院学院学研究科の教授らによる論文鉄造問題が発覚し、不正を主導した原田直明准教授を懲戒解,解雇処分にし、 共同研究者の岡島健治教授は直接不正を指示した証拠がないことで停職6ヶ月の処分を取った。岡島教授が責任著者となっている1997から2011の論文19本に画像のデ像や流用があり、このうち8本で原田淳教授が不正を主導したが過失だったと弁明し、岡島教授は知らないと答えたが、 すべての論文に関与しており、不正に気づいていなかったとは考えにくいと、大学側は判断した。岡島教授は2005年4月に、原田淳教授は同年10月に、熊本大から移り、基礎医学の実用化を目指す展開医学の研究室にところ属していた。トカリはじめ学長は、研究機関としてあるまじきこと、再発防止に向け精神誠意努力するとコメントを出した。 ありがとうございます。